ソフトバンクの補強金額エグすぎてグーの音も出ない。どうもアトリヒャです。本日もよろしくお願いします。っていうことで、ソフトバンクね、オスナ選手単年で6億、近藤選手 FA に至っては7年で50億もうアキーノ2億でね、ドラゴンズファン僕ね、狂喜乱舞してましたけど。7年で50億どんだけ、まあ、正直ね、近藤選手、いや、もちろん素晴らしいプレイヤーなのはわかるんですけど、7年50億。果たしてそこまで、まあね、予想事の話なんでね、まあ僕が言うのもあれなんですけど、まあそんな話はさておいて、今日はね、まあおそらく2022年中日ドラゴンズ最後の振り返りになると思うんですけど、個別応援歌があるじゃないですか。まあどのチームにももちろんあると思うんですけど、ドラゴンズの個別応援歌、もちろんね、もう応援団の方が魂込めてね、熱い気持ちを込めてね、作られた歌なんですけど、その歌の歌詞を見ながら歌いながらね、実際今年のドラゴンズ各選手がどれだけ活躍できたのか、歌詞通りに活躍できたのかね、チャッチャってやっていこうと思います。それでは行ってみよう。息高く走り出せ、恐れ知らぬ、突き進め、勝利目指す、渡るは超特急。はい、ということで、まずは背番号0、高松渡る選手なんですけど、もう歌詞にあるね、恐れ知る、恐れ知らない、知る知らないの問題じゃなくて、そもそもね、走り出してない、そもそも一軍の出場機会が少なかったということで、まあ、確かに彼の足はね、渡るは超特急ですよ。もうオープン戦かな、与田監督の時とかね、ロッテのゾゾマリンスタジアムとかランニングホームラン打ってた時もありました。足はもう誰もが認めるほど速い、ね、長打が少ない、そしてホームはバンテリンドーム広い、だからこそね、彼の足の力が今こそ必要なんですよ。去年ね、15盗塁決めてようやくダイソーの一番手来たかと思ったら、今年ね5盗塁で、まあ最後の方はコンディショニング不良とかで一軍に出てなかったですけど、彼がねドラゴンズの足の狂気となって、来年はね、もう1年間1軍フル出場、でも必ずベンチにはいてもらって、ダイソーの切り札、1番手、声がかかったらすぐ出れるようにね、体作りをしっかり鍛えて、もうそういう選手がね、いるかいないかで、本当に終盤ね、特にドラゴンズピッチャーいいですから、ロースコアの展開になった時にね、大きな差になるんで、もう来年は、渡るは超特急、1軍で出てくれ。青き大空に今勝利の花を、その輝く翼で示せよ兄弟。2番手はね、兄弟太田選手ということで、もう元中日ドラゴンズの選手になっちゃいましたけどね、歌詞がね、勝利の花を持って青き大空に、もう青き大空というか、もう青い星ベイスターズにね、まあ、行っちゃいましたけど、翼羽ばたいて、誰がベイスターズに行くかとね、もう全く予想もしませんでしたけど、まあこの応援歌ね、もう二度と使われないのかなって思うのも寂しいですけど、とにかくもう新しい新天地行って、ベイスターズっていうね、強力打線が味方になるから、もう打率が2割5分でもね、そんなにドラゴンズほどはね、言われないと思うので、その周りの環境の変化がね、まあ新しい打撃コーチとかにもなって、いい方に作用するのか悪い方に作用するのかわからないですけど、まあ同じセリーグ同士ですから、まあドラゴンズ戦以外でね、ベイスターズで、強打選手、まあ意地見せつけて、ドラゴンズ、出してダメだったんじゃないのかと言わせるぐらいのね、活躍をしてほしいなと思います。玉伸びゆく永遠にいただきへ、さらなる高み行け周平。そして3番手も高橋周平選手ですけど、歌詞にね永遠とかいただきとかありますけども、それどころじゃなかった、もうほんとそれどころじゃなかった。もう彼がね、引っ張った強い打球もほとんど正直見た記憶今年ない。まあ流し打ちでね、チョンっていうヒットは見た記憶はまあ確かにあるかもしんないですけど、もうさらなる高みじゃなくて原点回帰よ、原点回帰。ドラゴンズのね、スローガン、前に原点回帰ってありましたけども、今まさにもう原点回帰っていうことで、今ね、マスターとか強打がね、まあトレードで出されましたけど、その光景を見てね、まあ、マスターは活躍して、まあ、出ていきましたけど、周平選手、強打選手と似たような境遇で、まあ、なかなかここ数年活躍してない。で、28歳も年齢的にもね、今活躍しないで、いつ活躍するんだっていう、もうとこに来てますけど、これをどう捉えるのか、もう本人次第。石川昂弥選手がもうこれ、怪我から戻ってきたらね、まあ、年齢も彼の方が若いですし、長打もあるっていうことで、間違いなくね、出番が少なくなってしまうと思うので、もう来年彼ね、もう崖っぷち、来年やらなきゃ終わるっていう強い気持ちを持って、もういい加減ね、ドラゴンズファン本当に期待してる。ドラフト1位で入ってきた時のような、あのような輝きをね、もう一度、もう本当に来年が最後だと思って、もう一度ドラゴンズファンのね、信用を勝ち取ってほしいなと。逆にね、彼がね、中堅の彼が活躍すればね、一気に打点も上がって、チームの順位も一つ二つ上がるぐらい、本来彼が今活躍しなきゃいけない選手なんで、もうこの歌詞の通りね、
いただき目指して頑張ってほしいと思います。鍛えた技で店の力の限り、新たな時代へと今スタート。はい、そして4番手はマスターっていうことでね、もうほんと今年オープン戦からアピールしまくってね、スタメンを勝ち取って、もうドラゴンズで輝いて1番でドラゴンズの中でホームラン数日本人では打ってね、間違いなく今年のドラゴンズ打線をね支えてくれたのは正真正銘彼だと思うんですけど、まさか新たな時代がね楽天へのスタートかと、まあ、これも誰も予想してなかったですけど、まあ、逆に彼の場合はね、活躍してのトレード、楽天の右のバッターを求められてのトレードだと思うので、まあ新しいねこの地元東北という地でね、まあ、本当にマスターも愛されると思いますから、まあ、いぶし銀としての活躍をね、まあ、陰ながら僕も来年はね、振り返り動画の後にね、今日のマスターっていうことで毎日ね紹介していきたいと思うんで、頑張ってほしいなと思います。チームを勝利へ誘え、全力プレーで越後平田行こうぜ、歓喜の時へと。そして5番手平田選手、全力外になっちゃいましたけど、もう全力プレーね、ほとんど見えませんでした、もう今年ね。まあ本当に残念というか、あの甲子園で延長戦でね、ホームラン打ったのが唯一のもうチームの歓喜へ導いてくれたね、勝利へ誘ってくれたね、瞬間だったと思うんですけど、まあ、もう少し平田選手ね、特に僕もあの暗黒期ずっとドラゴンズを応援してた中で、まあ一時期ね、3割超えとか活躍してた時期もあったんでね、間違いなく暗黒期のドラゴンズをね、まあ、ちゃんと支えてた、暗黒期の中でもドラゴンズを支えていたのは平田選手がね、存在は大きかったと思うんですけど、まあ、このオフシーズンね、まだ契約がないみたいなんで、どんな形になるかわからないですけど、まあ、野球小僧のようなね、元気な明るい姿、野球で活躍してるはつらつとしたね、プレーしてる姿をね、まあ、なんとか来年も見せてくれたらなと思います。ハードを極める男、未だ見せてやれねえおわきが、その名響かせて今も終わりなき道を行く。誰もが注目するネオアキラ選手ということで、まあ、確かにね、もう彼の名はね、響き渡りました。外野手一本って言ってからね、内野手に行って、そして最後は投手に着地したっていうことで、まあ、本当に今年もね、話題性にはね、尽きなかったんですけど、これからもね、終わりなき道をもどんどん行くとは思うんですけど、この間のサンデードラゴンズでもね、ピッチャーに転向してポジティブな発言してたのでね、まあ、それは一安心というか良かったんですけど、もうこれだけ知名度人気があるのはね、誰もが知ってる。あとはもう、実力をその知名度と人気にね、追いつけるように実力を来期ね、まあ、投手の方でしっかり発揮してほしいなと、まあ、自分で考えも持ってね、アメリカにトレーニングに行ったりとかしてるんでね、まあ、期待しかないんですけど、とにかく一刻も早くね、その期待にそぐうようなね、実力をつけて、もう早く実力を発揮してほしいなと。まあ、彼がね、ドラゴンズイコールネオっていうところも正直ありますし、ネオ選手が活躍すればね、ドラゴンズを大きく変えられる、ドラゴンズにとっての一番のインフルエンサーは間違いない、ネオ選手だと思うので、もうこの名の通りね、もう実力の方でもね、響かせてほしいなと思います。飛び出せ大島、早手のごとく、その手でチャンスを切り開け。そして7人目、切り込み隊長の大島選手ということで、もう本当に今年ね、素晴らしかったということで、年齢もね、もう30後半、ベテランに差し掛かってるんですけど、歌詞の通りめちゃくちゃチャンスを切り開いてくれた。もう切り開いて切り開いて切り開きまくってくれたんですけど、もうね、セリーグの打率2位ということで、村上選手ともね、最後まで争いました。まあ、あとは早手のごとくっていうところで、まあ、今年ね、デッドボールも受けてしまって、足に相当ね、まあ、痛みも抱えてた中で無理して出てたっていうところもあると思うんですけど、11盗塁成功、4盗塁失敗ということで、まあ、なんとかね、やっぱ1、2番を打つ機会が多いと思うので、岡林選手もいますけど、まあ、ドラゴンズ長打がなかなか少ないっていうところで、広いバンテリンドームっていうところではね、まあ、なんとかベテランっていうのは重々承知なんですけど、大島選手の体力を持ったらね、来年20盗塁してくれたらね、ますます歌詞が輝くんじゃないかなと思います。幾千と光る栄光の奇跡、再びこの地でいざ舞い上がれ。そして8人目、もう引退になってしまったということで、お疲れ様のね、福留選手なんですけど、まあ、福留選手ね、幾千と光る栄光の奇跡、まあ、永遠に光ってると思います。もうこれはね、永遠に不滅、消えないと思うんですけど、まあ、代打の方ではね、蘇れなかったっていうところで、まあ、ただね、この福留選手っていうメジャーへ行ったもん、素晴らしい経験を持ったね、この選手がドラゴンズの若手の野手とかにね、いっぱいね、経験をね、伝えてくれたと思うので、この経験をね、生かすも殺すも若手選手次第だと思う
思うので、この経験を生かしてね、ドラゴンズの選手が語り継いでいってほしいなと。そしていつかはね、福留選手が監督やコーチとしてドラゴンズに戻ってきてくれることをね、願いたいです。サワンの系譜受け継ぎ挑む、その仲間と共に夢の舞台へ。そして9人目先発のエース大野雄大ということで、まあ、左腕の系譜ねしっかり受け継ぎました。防御率2点台前半、もうこんだけ抑えてくれて、年齢も34歳、ベテランに差し掛かってこれだけねやってくれてるの文句ないんですけど、勝ち数が8勝8敗、ありえないとね。もう仲間と共にの仲間打線しっかりしてくれということで、まあ、本当と防御率2点台前半なんだからね、3点援護してあげたらね、もっと勝ちがついたっていうことで、もう今年ね、アキーノ選手、アルモンテ選手、長打打てる選手入りましたから、もう大野選手ね、FA せずにドラゴンズに残ってくれた。もう彼がなんとかドラゴンズにいるうちにね、優勝して胴上げ投手になってほしい。僕がファンになったきっかけの投手でもあるということで、歌詞の通りね、仲間、打線がね、来年こそはね、彼を援護してあげてほしいなと、強くね、思います。狂犬武器に強気で攻めろ、一武家大野翔太。大野翔太星ということで、まあ、今年はね、まあ、狂犬って歌詞にありますけど、手術してからね、まあ、コントロールの方がいいのかなってイメージであるんですけど、なかなか出番がなかった。まあ、ただね、今年、来年はね、もうキャッチャーの数が今足りてないというところで、もう少なからず一軍の出番はね、増えると思うので、まあ、かつてね、日ハムで優勝した日本一取った経験とか、あと大谷選手受けてきた経験とかね、もう本当に配球の経験っていうところはね、今のドラゴンズのキャッチャーの中ではナンバーワンだと思うので、出場機会増えると思うので、そこでね、その経験をね、発揮してほしいなと思います。今勝利のため己の道を信じて行けたくや。そして11年目木野拓ということで、まあ、僕の推しの木野拓なんですけど、己の道を信じろとね歌詞にありますけど、まあ、一回ここでね僕は歌詞とは違って立ち止まって、しっかり西山バッテリーコーチとね相談して、もう一度自分のね見つめ直すべきなんじゃないかなと思うんですけど、確かにね完全なレギュラー、まあ、ほぼレギュラーと言っても過言ではないんですけどね。まあ、片岡さんのチャンネルでも、ロッテ戦でね、鈴木投手に対してツーシームをね、19球中18球要求して、西山コーチはありえないと、まあ、怒ってね、説教したらしいですけど、まあ、素人の僕にはわからないですけど、バッティングの方もね、1、2番以外は打ったということで、5番よりも3番の方がね、まあ、考えたことが少なくて打ちやすかったとか、まあ、いろいろあったみたいですけど、フルカウントからはね、打率がすごく高くて、キャッチャーならではのね、もうストライク取りに来るだろうという読みで打ちに行ったりとか、まあ、いいところ悪いところも出た1年間だと思うので、体力もしっかり作り直して、もう僕はね、木野拓が正捕手になってほしいと心から思ってるので、来年もう一度ね、もうしっかりキャッチャーの座をがっちりね、掴み取る、俺以外のキャッチャーはいらないぞと、それぐらいね、熱い姿をね、来年こそ見せてほしいなと、勝負の1年になると思います。翼広げ舞い立て鮮やかに我らの歓声受けて羽ばたけ。そして12人目加藤翔平選手ということで、まあ今シーズンはね僕も現地にいましたけど、神宮でレフトで大飛球のフライをね、ダイビングキャッチ、翼広げて、歌詞通りの活躍、そしてね、名古屋ドームではね、広島戦で、勇敢な動作をサヨナラタイムリー打ったりとか、今シーズンはよくやってくれたんじゃないかなと、まあ本当に FA でも残ってくれましたし、まあ彼みたいなね、まあ正直スタメンではないですけど、サブのポジションでこういう選手がしっかり控えにいるっていうのがね、強いチームの証拠だと思うので、まあそして今のドラゴンズのね、盗塁の1番手、2番手にもなれるね、走力もあるので、来年ね、サブポジションという立場かもしれませんけど、そこでね、翼を広げて、ベンチでしっかり待ってね、準備をして、呼ばれた時にはもうすぐ翼を広げてね、舞い立って、鮮やかに舞い立てるようにね、頑張ってほしいなと、こういう選手がいるのがね、強いチームの証拠だなと思ってます。押し構えたその姿、迷いなく触れ福田信正。そして13人目福田信正ということで、まあ、惜しく構えた姿、もう今シーズンはほとんど見れなかった。もう和製大砲かつて言われてましたけど、もう彼にしかない長打魅力、ドラゴンズには一番欲しい長打力、彼にしかない長打力は持ってるんですけど、まあ、一軍の出場機会も減ってきてる、まあ、年齢もベテランになってきているということで、まあ、出れるポジションもねもうちょっと限られてるとは思うんですけど、まあ、もう一度ね、もうとにかく彼のバット投げがね
見たい、それしか言えません。夢導く希望の道をひたむきに前進、さあ歩み続けろ。そして14人目、もう今年ドラゴンズの野手で一番成長したと言っても過言ではない岡林選手ということで、もう歌詞通り希望の道前進しまくった、もう前進どころかもう上に何段もステップアップしたと思うんですけど、もう今年ね最多安打その選手と並んで取って、ゴールデングラブも取って、まあ、レギュラーも取ったかなと思うんですけど、彼はね、彼の口からは3年初めて活躍してレギュラーだと、まあ、すごいプロ意識だなと、こういう選手がね今後も活躍していけるんじゃないかなと、まあ、期待感を持たせてくれるね発言だなと思いましたし、まあ、来年はね2年目のジンクスっていう言葉もありますけど、まあ、これから歩み続けなければいけない、来年ね相手もいっぱい研究してきますけど、それを乗り越えて来年も活躍して正真正銘のレギュラーにね輝いてほしいなと思います。勇敢に立ち向かえ、一打にかける思い見せろ、放て頼むぞ直道。そして15人目、堂上直道ということで、まあ、本当一打にかける思い、もう一打の機会が本当に少なかった、ただ二軍では腐らずにね一打を求めてね3割近く残してたんですけど、まあ、本当今年内野手のドラフトもたくさん取ってね、まあ、なかなか厳しい立場にはなってきてると思うんですけど、まあ、いつ来るかわからないですけど、必ずねその一打を求めるチャンスは来ると思うので、まあ、そこでベテランらしくね、まあ、若手を支える活躍を、来年ね堂上選手の活躍を見たいなと思ってます。期待を背に向けて飛ばせ遠く、今放つアーチ世界をかけろ。そして16人目、ドラゴンズの4番ダヤンビシエドということで、まあ歌詞の期待っていう言葉ありますけどね、期待を受けすぎて、まあ、4番ビシエド個人軍みたいな感じでね、まあかなりの期待が逆に裏目に出てプレッシャーになるというか、まあアーチをね世界どころか日本でもあんまりかけれなかったと思うんですけど、松田でね3歳に行った時はまあ本当に期待に応えてくれましたけど、まあ今年アキーノ選手アルモンテ選手補強されたんで、彼にかかるねまあプレッシャーっていうのはだいぶ少しは軽くなると思うので、それがいい方向にね導いてくれることを期待したいですし、まあ、オールスターではね逆方向にホームラン打ってニコニコのスマイルしたりとか、まあ、ビシエド選手やっぱねメンタルの部分も大きいのかなと思うので、まあやっぱり僕はねビシエド選手野手のドラゴンズの中で最高年俸の3億5000万もらってる、だからこそ期待する面があるし、もっとやってほしいって、まあ、荷が重いのかもしれないですけど、僕は期待してしまうねできると思ってる場面部分があるので、まあ、やっぱ彼がね入ってきた時京セラドームでね3発バンバン打った時はねもうほんと痺れましたし、ドラゴンズにね希望の光を導いてくれたんで、まあ、来年は期待をね 100% じゃなくて 120% 応えられるようにね応援したいなと思います。春が連なり愛を織りなす光、栄光へと導けその強肩で、ということでラストは桂選手なんですけど、まあ愛を織りなす光、もう光をね取っておいてほしかったなと、今ドラゴンズキャッチャーが数が少なくてね、まあ、かなり暗闇の中にいると思うんですけど、まあ今でも正直ね桂選手帰ってきてほしいなと、2番手3番手のキャッチャーにだったらねすごく今のドラゴンズでも需要があると思うんですけど、まあ、今からでもね桂選手入ってきてほしいですね。はい、ということで今シーズンのドラゴンズのね選手について個別応援歌で振り返ってみましたけど、まあ歌手の通り活躍できた選手もいれば、まあ、全然できなかった選手もいるということでね、まあ、やっぱりね歌詞通り歌詞に熱い思いもある分ね選手にとっては重いプレッシャーになる場面もあるかもしれないですけど、やっぱ歌詞の通りね歌詞を超えるぐらいの活躍をね一人でも多くの選手が来年ね活躍してくれることをね願って、来年もねまあコロナありますけどできれば応援歌を歌えるようなねまあ雰囲気になって、来年こそねバンバン応援歌歌ってねドラゴンズを応援したいなと思います。本日の最後にご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。やっぱり僕はねビシエドのチャンステーマが一番好きかもな。